笛がむラジオ第84回ってことでね、今回は、うちのね、地元のね、POG、まあ、前年優勝者の、まあ、今年の指名場をさらしていく作戦のね、えー、と後半戦ですね、見ていきたいと思います。まあ、今年ね、優勝したのがね、久々の優勝で、同い年で、えー、と結構指名傾向が近くてみたいな感じでね、 いつも優勝回数が最近多い人のっていうのとちょっと傾向が違ってくる。やっぱね、G11 個勝つとそれで勝負がひっくり返るんでね、オークスバを指名していて、まあ今年はね、まあその下の、えっ、ー、と、チェッキーノの子をね、ドラフト1位で行ってたみたいなところの後半戦なんですけどね。まずはドラフト6位、クロア・デュノール、ボバ、父北サンブラック母、ライジングクロス、母の父ケープクロス、募集価格5000万円でサンデーレーシングの募集馬。 えっと、立党の斎藤隆史社ですね。出産時の母の年齢19歳。母出産時の祖母の年齢が11歳。お母さんはイギリスの G2 カチューマで、えっ、ー、と、アイルランドとイギリスのオークス、それぞれ2着してますね。お姉さんはフラワーカップ2着、アイチハイ、マーメイドステークス3着のアースライズ。募集時の馬体重で431キロあるのはまあ上等なところ。まあ、特にね、お姉さんのアースライズは僕が指名した 活躍馬だったんですけれども、まあ、その時にね、えー、と馬体重400キロそこそこで走ってたんで、まあ、正直なところ、まあ、その下でね、その下もしくはその3区とかで馬体が大きく出れば、まあ、それだけで指名候補になるっていう、なり得るっていうのはね、僕のまあ一つの検討要素ではあるんで、まあ、この馬ではなく、 アースライズの子をね、あの、一旦指名候補にしてました。まあ、4月、3月4月ぐらいにね、まあそういう動画出した時にね、その直後ぐらいに、あの、調教中のアクシデントで亡くなってしまったようで、まあ指名は叶わなかったんですけどね。これがね、えー、っと、6月9日東京デビュー予定ってことでね、まあ、ただでさえちょっと僕の指名候補としてものね、こう、あれでも、 微妙なんですけれども、まあ、動きはいいようで6月9日東京デビュー予定となってくると実は今あのドラフィチの,、ね、の今回あの紹介したアルレッキーノとね、えー、とチェッキーノの子とね、デビュー同じレース予定になっちゃってね締め名馬激突ってのもあれだし、まあ、実際には、ね、うちの僕が締めした馬とねあの本当は かぶる予定が、僕の方がスライドして、チェッキーノがその分来たみたいな感じになったんで、まあ、わざとじゃないけれども、まあ、締めばかっあの、あの出走がかぶってしまったな、みたいな感じになってますね。まあ、そして、ドラフト7位、ウィン・アレース、ボバ、父、ウィン・ブライト、母、ウィン・アルテミス、募集価格1500万円で、ウィンの募集馬ですね、冠名でわかると思います。えっ、ー、と、美保の畠山9社ですね。 えと、出産時の母の年齢が9歳、母出産時の祖母の年齢が13歳、祖母の兄にヘクタープロテクター上海といった輸入種母馬祖母の姉にですね、ボスラシャムといった感じで、まあ、名品系というかですね、まあ、伝説の繁殖品はコルベアからの品とってことになります。まあ、ビッグレッドファームのね、あのー、公開状況でもね、2番時計、 ンブライト3区を多数公開調教して、その中で2番時計ってことで注目が集まった。まあ、1番時計の馬がね松永康人支給者の、えー、とコスモのカンブリメの馬ってことを考えると、コスモオーナーズの募集馬ってことを考えると、こっちの方が期待度は高いんじゃないか、伸びしろは大きいんじゃないかというようなところも見えるんでね、指名は妥当なところだったんですが、開幕デビュー予定、公開調教上位みたいなところの中で、まあ、 あの安,定の安定した、ね、実績を残しているウィン・マイネルは、ビッグレッドファーム御用達の厩舎ということでね、非常に注目が集まるところではあったんですが、開幕戦出てこなかったですね。まあ、開幕戦デビューを、ね、スライドさせたということでね、まあ、ウィン・ブライトも万宣だったし、逆にこれがよく働くんじゃないかみたいな声もあるみたいですけども、 まあ僕としてもね、ポイント稼がれなくても、良かったっていう部分を踏まえた上でもね、まあ将来性ありそうな状況を見せてた馬ですし、まあ、これがプラスに働けば、まあ逆に一つ怖いなってぐらいには、まあスライドは良かったんじゃないかなというふうに思います。そして、えっ、ー、とドラフト8位、アパッシメント、ボバ、父ロードカナロア、母キャレーモンショコラ、母の父桜爆心を、 落札価格9800万円でセレクトセール1歳セクションでの落札金子マクトホールディングスですね。出産時の母の年齢が11歳、母出産時の祖母の年齢が13歳。お兄さんのサイクロトロンはクラスターカップ2着ってことで、まあダートで結果を出した品系、前景がですね、まあ芝に行けたとしてももちろん短距離っていう決闘ですしね、まあ新旧のね、あの、短距離史上最強馬が父、母、父っていう配合ですし、 その割にはね、超早期って感じではないんで、まあ、2歳ステークス間に合ったとしてもここ、小、ま、倉、あ、それ以降だとね、あの、目標にするレースが青いステークスみたいな感じになっちゃって、まあ、かといってね、ポイント獲得に貢献してもらうかどうかってうと、目立たないってことになっちゃうんでね、微妙かなっていう気はしてます。まあ、そして、ドラフト9位、エスター、ボバ、父モーリス、母ブチコ、母の父キングカメハメハ、リッドースがイ級者。 出産時の母の年齢が10歳。母出産時の祖母の年齢が16歳。お姉さんのね、育ダが G1 参照。ママコちゃんがスプリンターズステークス勝ちということで。まあ、お姉さんがね、あの、2歳女王で大箇所馬。まあ、もう片方のお姉さんも、えっ、ー、と、ボバの G1 を勝っているってことで、かなりこう、まあ、ママコちゃんの方でもね、えっ、ー、と、期間内のオープン3着があった馬ですし、 早熟の品形ですからね、これは悪くないんですよね。まあ、ただね、情報が乏しいというか、まあ、白くないだけにね、あの、いらない方っていうかね、そんな感じの部分もあるんですけども、まあ、どう出るかということを楽しみにしておくべき決闘かなというふうには思います。まあ、これなんかはね、あのただ、ボバだとね、この品形、マイルがいい品形ぐらいじゃないですか。まあ、 マイラーでね、あのー、マイラー品系で、まあ、上がね、短めの距離で結果を出してての、ボバってなってくると、まあ、ダービー狙えないっていうのはかなりマイナスかなと。ダービー狙いづらいっていうのはね、まあ、そんな風に思います。まあ、そしてドラフト10位、帝王武蔵、ボバ、父ナダル、母東海ライフ、母の父東海帝王、サマーセールで1600万円で JRA が落札して、ブリーズアップセールで2700万円。 馬主が木村美恵子氏で斎藤誠久社でね出産時の母の年齢が15歳母出産時の祖母の年齢が11歳お兄さんのレーベンスティールはセントライト記念の勝ち馬で馬体重はえっ、ー、と4 6 8キロでねえっ、ー、と今週まきのっていうかね今週デビューしちゃいましたこの兄弟ねあの馬体の形はよく見せるみたいで 上、4等兄弟でこのまま含めて3頭 JRA に購買されてんですよね。で、残りが JR、あの、ノーザンファームが買ってって、キャロットの募集馬で、それがレーベルスティール。他は、まあ、目立った活躍馬がいないという中で、ブリーズアップセール組っていうのはね、あの、逆にマイナス要素になり得る決闘。こんな決闘珍しいですよ。まあ、この牧場ばっかりから JRA が買ってるってなると、まあ、 公的資金だけでね、癒着とかそういうのも疑われますからね、あんまりよろしくない。まあ、そんな中で、ブリーズアップセールからいきなり使うっていうのもね、まあ成功パターンとは言えなくって、POG 的に早めの活躍っていうのは実は期待しづらい品系じゃないかなっていうところの中で、まあ、ね、あの、開幕のシンバで発着ですからね、ちょっとこれは、うん。 プロフィール的には、まあもちろんブリーズアップセールからいい馬っていう中ではね、差額部とかね、あの、十分ブリーズアップセールで評価を受けた馬って言える中なんで、まあ面白い存在なんですけどね、まあ残念な結果にはなってしまいましたね。まあこんな感じですか。以上、ハッチーでした。